どうも、ヤクタンです。ですね、ついに届きました。ついに届いた。何が届いた？ですね、ヤグタウンのチャンネルが 55,555 人いた記念ということで、僕 T シャツそしてグラスの方販売させていただいたんですよ。で、5月5日までの限定販売って言ってたんですけど、その宣伝をした時点で僕の元にも T シャツが届いてなくて、現物を見せてどうですかっていうことができなかったんで、今回ちょっと改めて現物が届いたんでその紹介をさせてください。はい、ということで、今着ています。これこれどうでしょう、デザイン。ちょっといい感じですよね。方程式 T シャツって言って、まあ、香川県イコールうどん、うどんイコールこのバイク、ヤグタウンで、ヤグタウンイコール結局香川県っていうようなことをこの絵で示したような T シャツになります。はい、これが黒色 L サイズで、こんな感じです。こんな感じ、身長165センチくらいの、僕で、こんな感じ。まあサイズね、ゆったり着るんやったら L サイズで全然いいんじゃないかなっていう感じです。はい、個人的にはまあ L ゆったり着たいんで、もうこれすごくいいなって思ってます。いやー、そうなんですよ、これね、ずっと見せたかったんですよね。はい、今日やっと届きました。で、これが M サイズの、白バージョンですね。こんな感じ、こんな感じでわかるかな。ちょっとこれ以上後ろに下がったら僕もカバン入っちゃうんで、こんな感じです。はい、白がこんな感じで、白の場合はこの絵柄が黒色の、線で描かれて、で濃い色の場合は、このように、白色の線で描かれてるっていうような、感じになります。はい、そしてですね、これかわいいですよね、子供用です。はい、とりあえずこれ購入したのは120センチ、お湯用に買いました。はい、本当いろんな色があるので、お好きなやつがいいんじゃないかなって思うんですけど、お子さんとかでもこれデザイン本当僕は結構好きで、可愛くないですか。まず女性がすごい着やすいなっていうのと、あと普通に男でも全然なんかちょっとおしゃれげな感じで僕は着れるんじゃないかなって、気に入って5月5日までっていう条件あったんですけど、現物見せれてなかったんで、本当申し訳ないですけど、この土日だけ、また販売復活させていただきます。はい、でもそれ以降は販売しないっていう感じでやりたいと思いますので、この土日だけ下の概要欄コメント欄のところに、購入できるリンクの方を貼っておきますので、ぜひぜひご検討していただければなと、はい、思います。記念に55,555 人おめでとうっていう気持ちでぜひ購入していただければとても嬉しいです。はい、そしてですね、それと一緒にグラスも今回販売しておりますので、それもちょっと開封してみます。これがね、僕もどんなんかまだ届いてなかったんであれやったんですけど、意外とちっちゃいです。うん、10センチないのかな、どうだろうっていう。で、図柄が見やすいように中に紙を入れたんですけど、はい、こんな感じです。まあ、さっきのね T シャツの柄プラス、5万人記念のこの5っていう、5っていう、黙々に5っていうのがあって、はい、こんな感じ、顔の横に載せるとこんな感じです。はい、かなりねこじんまりとしてるんで、なんかオレンジジュース飲むのにちょうどいいかなっていう、なんでオレンジジュースかわかんないですけど、はい、こんな感じになってます。これもね、また販売2日間だけ、この土日だけ再開しますので、もしいいなって思っていただけた方、ちょっとチェックしていただければなと思います。はい、55,555 人記念。そしてですね、今回この絵柄が、描かれたステッカー作りました。はい、じゃじゃん、これですね、ステッカーちょっと良くないですか。でこれ 55,555 人記念ということなので、もうこれを作り終えたら多分これはもう二度と作ることはないんかなと思います。はい、で、このステッカーなんですけど、YouTube ってメンバーシップっていう機能があるのってご存知ですかね。今たくさんの方入っていただけて、でそのメンバーシップのステッカープレゼントっていうやつに入っていただけたら、僕これ定期的にこれ作り変えるんですよ。毎回100個ぐらい作って、でそれが全部なくなったら、次新しいの作ってっていう風にしてるんですけど、今メンバーシップに入っていただけてる方はこれ郵送して送らせていただきます。はい、で、別に今入ってなくても今後入っていただけたら、これ残ってたら全然送りますので、はい、新しいのできるたびにステッカーは送らせていただきますので、ぜひメンバーシップも、ご検討していただければなと思います。はい、それも下の概要欄、メンバーシップってなんだって入り方もよくわからんっていう方に対して、
まあなんかリンクの方貼っておきますので、ぜひぜひぜひご検討していただければ。で、これに関してなんですけど、あのお店で僕に声をかけていただけた方にもこれはお渡ししてますので、はい、ステッカーをお渡ししてます。はい、しばらくはまだ1個前に作ったやつがあるんで、それをお渡しすることになると思うんですけど、ぜひお店で僕のこと見かけたら声かけてください撮影中じゃなければ、なんか撮影でもなんか一呼吸置いてる時とかであれば全然 OK ですよね。一緒に写真撮ってくださいとかもう全然 OK です。もう僕はもう個人的にそれはすごい嬉しいしありがたいなって、思うタイプの人間ですので嬉しいんですよね。はい、特にお店の中で声かけてくれたらお店の店主さんとかに、あ、この人まあまああれやな、結構いろんな人に認知されてる人だなって思ってくれるパターンもあるんじゃないかなって思ってるので、本当は遠慮なく声かけていただければなと思います。声かけていただけた方にはこちらステッカーお渡しさせていただいております。ごめんなさい、ちょっと一回引きで見せますね。よしと、これだったらどうだ。はい、あ、こっちの方が見やすいですね。はい、これが M です。はい、これが M、 黒が L。 はい、これから普段っていうか、まあ時々この T シャツ着て僕はこれから撮影しようかなって思います。半袖しか出してないです。まあこれからの季節半袖やったらまあ十分かなと思います。そしてですね、子供用もあります。で、ウーマン用も確かねあったと思うんで、はい、これね、はい、いろんな色がいっぱいあります。これ合わせても意味ないですけどね。はい、120cm 子供用と、あとグラスですね。はい、グラスこんな感じと、メンバーシップ、そしてお店で声かけてくれた人用の、ステッカーというこの、案内になります。この土日の2日間だけ、復活させますので、ぜひこの現物を見て、あ、悪くないねっていいねって思っていただけた方、検討していただければと思います。はい、ということで、ぜひ最後までご視聴ください。違うな、最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。それではこれからどうぞ、よろしくお願いします。ところで今日の昼飯はどこ行く？ところで今日の昼飯は何食う？ポンポラじゃ昼飯ポラしかねえでしょ。うどん食いに行こう、うどん食いに行こう、うどん食いに行こう、うどん食いに行こう。